こんにちは。こんにちは。何ですか今日。あ、もう一回。トリソースチャンネル。これ一旦ね。これ一回ちょっとだからな。こんにちは。ソイソースチャンネルです。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待って。どうしたんだよ。初のゲストだよ。あ、ごめん。マンモス南口店全通ぶりのゲスト。全通出てくれたピッチャーとして。だいぶ1年ぶりぐらい。1年ぶり。うわー。自己紹介お願いします。お願いします。東京 NSC24 期のピッピー大谷と申します。よろしくお願いします。よろしくピッピーピッピー大谷でーす。ピだ。いやー、やっと出れました。これを呼んだというのも何ですか、はい、今日ちょっと、思い出話しよう会なんですけど、大学からのガチ後輩。そうね。もう何年ぐらい付き合いだっけ。だいぶ長いっすね。5、6年ぐらい。ピッピがまだ19歳の時大学来てんだから、6年か。6年になるか。なんかだって俺今一緒に住んでるかしら。そうですね。そうね。はい。カメオのことなんて一番知ってるし。いや、もう言っちゃいけないこといっぱいありますよ。ダメだよ。全部言っちゃいけないことダメだよ。いいよ。いっぱいありますよ。鼻噛む時の、ま、ティッシュの枚数とか。案外2枚とか使うんじゃない俺ね、2いっちゃうだよね。ダメだよそれは。いいよ、そんな。こういう強い話いっぱい。弱いんだよ。弱いわ。まず、はい、俺はピッピッとまず出会った時が、ピッピが変なタイミングで入部してきたの。そうですね。秋ぐらいだったよ。秋ぐらい。1学期の最後にまず入部してもいいですかみたいな、はい、何年何年ですか。それで3年1年、1年生。そうね。はい。で、食堂で合流しましょうってなって、こっちは一応俺と副部長の少年川島、川島ね、懐かしい、はい、あと怖いやつ来るかもしんないから、ちょっとヤンキーっぽい中川を持っていく。怖かったな。めっちゃ怖かったな。中川ね、関西弁の中川ね。怖かったで、待ってたら、こいつが来たんだ、うん、その時ピッピって、ちょっとキャラ作ってたの覚えてる。じゃあもうめっちゃ怖かった。今でこそピッピッピッ、はい、大谷でーすやってるけど、はい、もうこんなでもめっちゃネクラな、天才コント師のスタッフ。そうそうそうでしたね。本当にもう自分のタイミングでしか笑わない。なんか人から釣られて笑わないぞみたいな、はい、それが来たからもう、最悪だ、めちゃくちゃネクラ入部すんじゃん、最悪だって思った記憶あるもん。いやー、そうですね。懐かしいな。そもそも俺が入ろうとしたのが、もともと陸上やってて陸上サークル入ってたんですよ、で、それ、練習ついていけなくてすぐ辞めて、落ち込んでた時に、昼休みに、図書館の前で、お笑いの自己紹介みたいなことやってたんですよ。部活紹介、で、ソイソースさんが出てきて、何やってた、何のネタやってたんだっけな。何だろう、昔のコントですね。コント、コント、はい、はいはい、やってて、俺はヤンキーとか友達だったんですよ。の一番下っ端だったんですよ。ああ、いいんじゃない。で、そいつらが、あ、デブがなんかやってるわみたいな、全然覚えてないじゃんって言われて、なんかめっちゃ悔しくなって、おもろかったし、お、俺も入ろうと思って、落ち研で入ったんですよ。お、めっちゃいい話じゃないですか。なんだ。もともと関係があったら悔しいってなるのは分かるけど、いや、なんか俺お笑いも好きだったんで、もともともとピッピお笑い芸になるつもりで落ち研入ったんで、落ち研入ったんですけど、やっぱ初めて部会とか行くじゃないですか、メンバーのポンコツぐらい。俺覚えてるのあれ、えげつなかったっすよ。ピッピが入部初めてした時の部会でめっちゃボケたのよ、頑張って。はあ、この代で初めて芸人なりたい、俺ら以外か。そうっす。なんなら俺らもまだ思ってない時、思ってないね、芸人なりたいやつ入ってきた、もうボケまくったよ。ああ、もう何も覚えてないわ。こんなことしてますわーで、うん、ずっとボケてた。ぜひ入ってほしいからっていうことでね、そう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 。でも、その時、今、なんだよコンビ名今、コマーシャルズ。コマーシャルズのピッピ大谷、はい、
当時はノコノコリダサかったな、ダサかったな、すごいさ、はい、めっちゃシュールな感じで、はい、もうどういうネタすんだろうと思って、はい、で漫才一本目作ってきた時の、はい、そのつかみがどうもーはーいノコノコリびっくりした、何もひねってない最初にピッピたちが、うん、その、はい、ま、コントをやったのよ、うん、そうですね、最初その時あ、おもろってなってるね、一応ちゃんとなったなった、このネクラのやつがネタやらせてみたら、はい、うん、キャラ意外と入ってたな、あー入ってたね、え、どうもどうもみたいなキャラで7分ぐらいの7分ぐらいそう、7分やったの、7分ぐらいのネタや、初めての後輩のダメ出ししたもん、はい、なかったから長いよ、はい、8分削っを削って7分長い、長かったな、はい、ありましたね、ほんとになんかないの、カメオのさ、はい、カメオさんとはマジで大学時代から仲良くて、うんうん、そうだね、はい、仲良かったんだよな、めっちゃ仲良かったんですよ、うん、そのカメさんが留年した年、留年禁止なの留年禁止なの留年禁止なの、留年の時、うん、僕ん家にその東京からこっち来るの遠いから、うん、週3くらいで泊まってました、ね、週3日あるのよ、水木金、うん、だからこの間をピッピンち止まってた、うん、はい、やってたね、はい、全然喋んなかった時期ありましたけど、あったね、困りすぎて後半嫌いになってたもんな、ね、行くなよ嫌いになってた、断れよお前も、でもそれで今一緒に住んでるのすごいよな、はい、で今もめちゃくちゃ喧嘩してんの、今仲いい、今はもう仲いいか、今ね、これ使えるか分かんないけどね、何ですか本当にピッピを殺そうとするくらいって詳しく聞かせてくれよお前、なにそれ、ほんとにやってるんですよ、1日1回1日多い時3回これマジで殺されそうなんだ、3回殺されそうになるんですよ、どういうやつ、きっかけ、ちょっときっかけゼリフとかもあるんだけど、はい、ちょっと今ちょっと軽くやって、はい、ピッピあのさ、はい、あの今日燃えるゴミ捨てといてもらっていい、いやお前が捨てろよ、お前ってのは先輩に失礼だよお前、なんすかうるせえな、お前ってだいつも俺が捨てるじゃないですか、行けよ、全然動かないな、バーガーが、あ、じゃあ、ゴミ捨ててくるわ、早く行け、行け、早くしろ、バーガー、早く行けよ、カズ、うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんごめんごめん、ごめんごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、出てるから、マジでやばいって、これす、これを10分間ぐらいこうずっと怖ここ1週間毎日か怖すぎて毎日こうなってます怖っ